はい先生こんにちはカイロの本当のところの古谷です本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございますさて先行販売開始いたしましたあ加藤先生の新アイポジションテクニックセミナー DVD ですね、えー、非常に人気になっておりますありがとうございます、えー、加藤先生ですね、えー、まあ2012年に理学相対セミナー DVD ですね、えー、リリースされてから 本当に、ね、多くの先生方に手に取っていただいてます「えー、理学総体」シリーズはですね2700人延べ2700人の方に、えー、DVD 受け取っていただいております。で2012年から加藤先生が公開してからですね おたくさんの先生方に使っていただいてえ弊社の方にもですねえたくさんあ効果がありますよとかあ素晴らしいですねっていうふうな感想を頂い,いております、えー、そんな中で,ですね5年間、えー、加藤先生がさらにさらにですね、えー、理学相対のテクニックを温めてですね今回ですねこの「新アイポジションセミナー DVD」っていうのをリリースしてくれました。 今回こののいいうのがついてますどういうことかっていうのを今日は古谷の語ってみましたということでお話ししていいいきたいと思いますまずですねこの「アイポジションの進化と進化」というふうに書いていますけども、まあ、私が書いたんですけども今回2010年先ほども言いましたように「理学総体のアイポジションですね公開させていただきましたけども最初はね「理学相体1」の時ですねアイポジション。 えー、公開しましたけど最初は、えー、この手こういうふうにしたらもう効果出ちゃうよというような感じで公開したんですねで加藤先生ももちろん検証はいろんなことやられてますけどもその当時と今回の「新愛本社」は全くもう別物と考えていただいてもいいと思います。でそこがちょっと進化部分なんですけどどういうことかと言いますとやはりもう一番に分かりやすい。 でなんで分かりやすくなったかと言いますと理屈が今回はやはりいっぱい付いてます理屈が分かるとやっぱり納得して成立できるんですねで理学総体1の時は もうこの形したら効きますよ、効果ありますよっていう感じだったんですけど今回は例えばコンタクトであったりとか形であったりとか進め方であったりとかっていうのが本当にこと細かかく加藤先生から紹介いいいただいています。そういう部分では概要としては本当にアイポジションの進化バージョンと言ってもいいと思うんですね。で横にこの「真の価値進化」って書いてます。 で、これは、私の、まあ、えー、初見というか、私がか、か私の考えはすごく入ってるんですけど。えー、アイポジション、まあ、特に今回の新アイポジションの一番重要なことっていうのは。症状を追いかけなくても、良いテクニック、良い技術なんです。もう一度言いますね、症状を追いかけなくても、良いテクニックなんです。ちょっと説明しますと。 治療科って特にこれ患者さんもそうなんですけど腰痛肩こりいろいろありますね症状でそれに対応したテクニックっていうのをみんな考えてやっちゃうんですねでもこのアイポジションっていうのは例えば首の痛みがあったとしますアイポジションをすれば首の痛み取れちゃうんですもちろん腰痛もそうです五十肩もそうです つまり症状に対応したテククニッでででではないんんすすも取れちゃうんですつまり、えー、治療科がじゃあ首のやつはこれか肩のやつはこれかっていう考えなくてもいいんですでこれがね例えばヘルニアはこうだとか膝板痛はこうだってもちろんそのテクニックを否定するわけではありませんただし治療科っていうのは自然注力を出すっていうのが重要になってきますよね 自然治癒力を普通に正常に戻すっていうのが治療科の役目ですでそれを患者さんにやはり教えていかないといけないということですでその中でアイポジションっていうのはそれのきっかけ作りにとってもいいテクニックなんですつまりそんなこと考えなくてもちゃんとこの患者さんの体立てつけを良くしよう改善しようと思えば勝手に治っちゃうっていうことを癖づけできるんですねこっち側が。これが新ア,ビアイポジションになるとこの進化ですね 前のアイポジションよりもそれがさらに分かりやすくなってます分かりやすすくなってますしで、えー、効果もすごい出るようになってます。だからそこが今回の新アイポジションの私たち一番すごいところじゃないかなっていうのがあ分かります、はい。これはもう見ていただければすぐによく分かっていただけるので理学相対1をね持ってる人でも全く違うっていうことを分かっていただければというふうに思います。で今回です、ね、この2つ目 剥がし」と「アナトミートレイン」って書いてますけど目で見て何が変わってるかっていうのはこの2つなんですよこの2つこの2つまず剥がし、えっと、さっき、えー、ピンポイントで、えー、ごめんなさいピンポイントじゃなくて、えー、症状別で、えー、見なくてもいいっていうふうに言いましたけどやはり臨床はそういうわけにはいかないところがやっぱりあるんですね。で え、例えばあアイポジションこれ加藤先生も本編でおっしゃってますけども、お弱点アイポジションの弱点っていうものが、やはり当初からあったんですね。何でももう言ったら何でも直しちゃうっていう風うなものでしたけども、やはり弱点もあるんです。その弱点部分を補うのがこの剥がしというものです。で、これを剥がしによって、えー、アイポジションの一番苦手な。まあピンポイントの。 局所のの施術っていうのを可能にしましまでじゃあこの剥がしどうやって行うのかっていうことなんですけどもその理論理屈がどこに基づいているかというとこのアナトミートレインなんですね。 でアナトミートレインというのはトム・マイヤーズ、えー、先生ですねアメリカの治療科の先生ですけども、まあ、筋膜の考え方あ体には筋膜がこう走ってますよと全部つながってますよということですねでこのアナトミートレインの考え方これ加藤先生がですねこのアナトミートレインのトム・マイヤーズ先生に会いに行ってますで解剖学もされてきたようですでそれでこの親愛ポジションがさらにこの剥がしの技術がさらにですね深まったそうです でここの,その例えば足首のあるところを剥がしたらどこが改善されるかっていうのがすごくわかるんですね。で今回はですねマストポイントと言われている場所があるんですけどそこを製図すれば首が取れるよとか。 肩が取れるよとかっていうのを、まあマストポイントという形で表してくれてますので、そこも非常に分かりやすいんじゃないかなと思います。この2つ剥がしとアナトミートレイン、これが今回の新ア夜にポジションの本当のまあ、進化部分というか深まった部分ですね。今度は、えー、公開してくれていると思います。はいで、まあもうこれだけでね。素晴らしいと思うんですけど、今回特典ここに書いてますけども、得点が非常に用意されてます。 でこれ臨床動画がちょっと説明しますとですね、えー、理学総体1、えー、2010年に先ほども言いましたけれども発売されましたでマタタグまでたくさんの方にとっ,っていただいたんですけども、えー、これがね結局まあ,あ絶賛された内容というのが加藤先生がたくさん臨床動画を公開してくれたんですねご自身のでそれがもうとってもやはり今までの 教材の中でなかったということなんですけど今回はこの臨床動画実は加藤先生じゃないです加藤先生はできるのは当たり前ですよね創始者ですからアイポジションを形にした方なのでまあ、加藤先生できますよねこれは当たり前ですでも今回はこの臨床動画加藤先生が新アイポジションを教えた先生が臨床動画を撮ってくれてます つまりこれ再現性が高いテクニックだということなんです。加藤先生が教えた先生がやってもちゃんと効果が出ますよということですね。これを臨床動画で撮ってくれてます。これ先生にとってねとっても役に立つ動画だと思うんですね。なぜならば加藤先生っていうのはもう自分が作ったわけですからああできて当たり前なんですけど教えてもらった先生の視点でやってますから。 自分がどうやって応用したらいいのかなというのもその動画を見ていただければ非常にわかるんじゃないかなというふうに思います。これが得点として1人じゃないんですすすよ3人ついいてきままで非常に重要な動画だと思いますでこの次「Q&A」A、って書いてますけどこの臨床動画を撮ってくれた先生の中にやはり、えー、このアイポジションを学ぶ上で非常にですね困ったところとか質問が多いところがあるんですね。 でそれをね私ちょっと数えたのの個個あったかな30個以上の質問集をまとめててくれてます例えば「アイポジション何分ぐらいしたらいいんですか?」やめ時はどうなんですか?」とかそういうふうな質問を今回まとめてくださってますですから先生がアイポジションを臨床で使ってちょっとわかりにくいなここちょっと質問したいなというところがそれを見ていただければすぐに分かっていただけるというように Q&A 集を作りました。これ2つ目の特典でございます それ最後これ音声で書いてますけど、えー、今回ね私これ実は私のアイデアなんですけど加藤先生がですね今回まあ親愛ポジションって言ってますけど治療科にとっ,とってとっても大事なことをいっぱい言ってるんですねセミナーの中ででこれをですねぜひですねまあ動画だけじゃなくて音声でも受け取っていただきたいなと思うんですやはり先生方今車で通勤したりとか電車で通勤したりとかいろいろあると思うんですけど移動中とかにやっぱり 勉強したいですよねでスマホとかに音声データを入れていただいてそれで勉強していただきたい、えー、加藤先生とっても素晴らしい内容をお話しされてますでそれを聞いた上でまた動画を見ていただくとそうするとまたあ先生の中で腑に落としていただけるんじゃないかなと思います今回買っていただいた方にはこの音声データもつきます えー、臨床動画 Q&A 音声とこの特典としてこの三つ全部、えー、このアイポジションセミナー DVD を買っていただいた人にはあ全部お付けしますはい、えー、どうですかね、えー、今回の新アイポジションセミナー DVD ですね、えー、加藤先生が五年間あもう 本当にセミナーをしつつ自分の臨床を現場で使いつつですね取りためたものを一気に解放したものですので是非ですね受けけ取っていいい、ただければと思います。はいえー、今日は語ってみましたということでちょっとテンポよく話しましたけども次回ですね、えー、やります。 えー、フリアのやってみました動画ということでまだもちろん撮影はしておりませんけどもどうなるか分かりませんいつもぶっつけですので、えー、やってみました動画次回の動画ですね是非、えー、ご期待いただければと思います。はいえー、本日も最後まままでごご覧いいたただきしして誠にありがとうございました